ラグンヒルは、ノルウェー王女。当時王太子だったノルウェー王、オーラブ5世と、王太子妃、マッター・アブ・スベイリエの長女として、オスロで誕生。妹は、ノルウェー王女、アストリッド、弟は、ノルウェー王、ハーラル5世。ノルウェーに王女が誕生したのは1301年に、誕生した、ホーコン5世の王女以来629年ぶりのことだった。ファーストネームは、 ノルウェーの神話に登場するハーラル美発王の母親の名前からセカンドネームはヒーババのイギリス王妃アレクサンドラ・オブデンマークにちなんで名付けられた。出生当時女子の多い継承権がなかったため法の改正が検討されたが弟ハーラルの誕生によりこの時点では実施されなかった。1931年王女の誕生を記念し、 南極のドロンニングモードランドの北側の海岸の一部が、プリンセス・ラグンヒル・コーストと命名された。他にも多くの船にその名が付けられた。1940年、ドイツ軍がノルウェーに侵攻すると、母、マッタラとスウェーデンへ亡命したが母子を受け入れることで、ドイツの侵攻を受けると恐れる、中立国スウェーデンでは歓迎されたとは言えず、また、 ドイツ軍とノルウェーの傀儡政府がソフラの権利を剥奪しわずか3歳の弟、ハーラルをノルウェー王にしようとしていることを知ったスウェーデンに多数存在するシンドクハラの圧力に身の危険を感じた母、マッタと共にアメリカ大統領夫妻の招きに応じてフィンランドからアメリカ海軍の軍艦でアメリカへ向かったアメリカではホワイトハウスなどに住んだアメリカでは 母や妹、弟と共にラジオなどに頻繁に出演し、ノルウェーへの支援を求めた。1952年のオスロオリンピック開会,会式では、イギリス国王ジョージ6世の葬儀参列のため、欠席した祖父の代理として、開会を宣言した。対戦後、帰国して、すぐに国王の護衛官エアリングロレンツェンと知り合う。二人は恋に落ちた。 しかしロレンツェンは富裕層の出身ではあったが、平民であり、王子が平民と結婚する例はあっても、王女の例は、ほとんどなく、父をはじめ激しい反対にあったものの、押し切り1953年5月15日に、結婚。結婚のパレードには、多くの市民が詰めかけた。しかし、帰遷結婚という言葉が、未だ生々しい時代ゆえ、多くの王族としての権利を失った。 欧州の王族の慣例を破った王女という後期の視線を避けるようにほどなく夫の事業の拠点の一つだったブラジルに移住。夫との間に三人の子を得た。1995年、自伝を出版している。葬儀に関しノルウェー政府は国葬を行うことを申し出たが、ロレンツェンは故事。遺体はオスロの王宮に運ばれた後、王宮内の教会で王族などの身の内々の葬儀が、 行われた。遺言により幼少期を過ごしたオスロ郊外アスケイに埋葬された。ありがとうございます。